にしていってね。今回は前回の続きの解体、精肉作業です。とりあえずセロースをやってみます。精肉作業としては一番簡単な場所です。とりあえず筋通りに刃を入れていきます。小型のナイフが使いやすいです。この処理を怠ると肉が硬い、噛み切れないなどのことが起こります。筋肉は別々に膜で覆われているので、解体は簡単なのですが筋取りは難しいかも。魚をさばける方でしたら大丈夫です。山で血をきれいに出せていたら肉には血が見られません。うまさの良し悪しは血抜き、後処理で決まります。どれだけ丁寧にできるかで天と地の差があります。野生動物なので個体差も大きいのですが、長めの包丁に変えます。特にメスの鹿が美味しいですね。イノシシは栗などの多く食べているもの。一口目でわかりますね。悪い肉を最初に食べると獣は臭いとなります。要望鏡のペケナイフです。小型で結構使いやすいです。最初で食べた肉のランクで、物の見方が変わってくる食べ物です。美味しいものは一般的な牛、豚肉を超えます。表面を薄く削いで膜を外します。悪いものは何をしてもダメです。ニンニク、生姜、月桂樹などをしても、ニンニクの匂いがするまずい肉、生姜の匂いがするまずい肉、となってしまいます。最初はできるだけいい肉を食べてください。鹿はとにかく筋が多い。このサイズに切り分けて焼肉にします。とりあえず一口大が基本です。ダイナミックに二つにカット。上の水分に当たったところを削ぎます。次に魚の皮引きの要領で筋を大きく取ります。こんな感じです。包丁がまだ長かったらもっと綺麗に取れます。とりあえず3等分。肉の繊維の方向を見てカットしていきます。繊
鬼を断ち切るイメージです。鹿のサイコロステーキです。こっちも同じ要領でいきます。薄い膜は口当たりが悪いので綺麗に除去。こっちは2等分。できました。ロースの処理でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。また見てね。